はい。日本習字、漢字部6月号、楷書検定課題を書き、そして解説をしていきたいというふうに思います。今回の課題は、圧政、還元をなすと呼びます。今回の課題はですね、字数、そして転接が多い課題となっています。今回はですね、まず最初にこの課題のポイントを説明していきます。次に課題を一気に通して書いていきます。その後に解説を加えて、課題が上手にですね、書けるよう細かいところを指導していきます。最後に手元をアップにしてお見せしたいというふうに思います。商談の場合なんですけれども、検定課の先生がポイントとするところはですね、まず、半紙の白と黒。この作品の白い部分とですね、黒い部分。墨の黒い部分ですね。この全体のバランスを見ます。文字、一字一字はとてもよく書けていてもですね、作品全体として遠目で見たときに大きさや文字の太い細いなどですね、バランスが整っていなければ商談の対象にはなりません。次に今月の課題のポイントを押さえることです。左のページ、ここですね。最初に必ず今回の課題の注意点が記されています。その注意点をクリアすることはですね、必須となります。そういった点を踏まえて課題に取り組んでいただきたいというふうに思います。そういう意味でのですね、今回の課題なんですが、ポイントはですね、転接の書き方になります。カエルのこの転接ですね、声のこの転接、そして缶のですね、ここ、ここ、ここの転接、このですね、右から左に運筆する、あるいは右から下、上から下にですね、転接する運筆とですね、弦のここ、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 左から右に、あるいは左から上、あるいは左から下と、このですね、左からと右からということですね、この2種類のですね、転接の書き方をしっかりとマスターしていくことが大切となります。またすべての文字の字数が多いので、筆をしっかり立ててですね、穂先を十分に活かして書くことが大切で、常にそこを意識して書いてください。では、早速、書いていきたいというふうに思います。
はい、それでは解説を加えていきたいと思います。まず、カエルのポイントはここですね。この転接で、ここのですね、右のすくい上げで、ここですね、気をつけて書いていきたいと思います。入って、鉛筆しますね。押さえて、ここはあまり抜きません。抜かないで細くいきます。で、ここで押さえ直してから、ここをスッと抜いていきますね。で、右に鉛筆を押していきます。この時に1画目が出ますね。そして3画目がこう出るといった押さえ、筆の運び方をしましょう。で、4画目、しっかり頭を押さえてから鉛筆していきますが、徐々にここ細くなってます。徐々に細くしていきます。ちょっと抜くような感じでいきましょう。そして5画目、頭しっかり押さえてから右にすくい上げていきます。この時、この角度よりもこの角度の方がきついですね。そして、ここもしっかり押さえます。この点はあまり大きくしません。で、今度、K という字ですね。押さえて、鉛筆をし、押さえ直す。そして、押さえて、スッと抜くような感じで、押さえてから、そして鉛筆し、押さえ直します。ここも、入って、押さえ直して、そして、まっすぐ、そして、押さえてから、しっかりと押さえ直します。はい。声ですね。声は、ここの間の間隔、この間の間隔を詰めていきたいんですね。ではないと、ここの足がですね、短くなってしまって、バランスが取れなくなってしまう。なので、それを気をつけて書いていきます。まず、1画目。これは意外と太いですね。しっかり入って、押さえ直します。で、押さえて、まっすぐ鉛筆し、この3画目はちょっと細めに書きます。ですね。で、4画目入ってから、ここで抜いていきます。で、押さえ直して、そしてここで抜きます。縦で。そして、横。で、7画目。7画目は頭しっかり押さえてから、頭にしっかり押さえてから、ここ少し筆圧をかけていきます。そして抜いていくと。言った動きをします。はい、作る。作るはですね、ここのスペースを作りたいんですね。ここのスペースを作りたいので、人偏を立てていきたいと。そんな書き方をします。押さえます。で、立てて、左に払っていきます。この2画目。2画目ですね。ここがまっすぐで、ここがちょっと左に行く、太くなってくるんですね。そこを意識して、鉛筆をしていくんですけども、こうですね。その際、この接し方、ここ、ちょっと気をつけていきましょう。中に入ってないで、穂先だけが、こう接するような形です。で、3画目、しっかりと押さえて、左に払っていきましょう。4画目、押さえてから、鉛筆します。5画目ですね。5画目は、ここの間ではなく、ここからちょっと右に行ったところで、穂先を少し入れるような感じです、ここ。入れて押さえ。そして、鉛筆をしていく。で、ここもどんどん太くなっていく。そして、こう押さえるんですが、これもですね、こっちがまっすぐで、ここがちょっと左に太くなるような感じの鉛筆の押し方をします。はい。そして、6画、細く書いていきます。で、7画目も細いです。はい。この時、少し
こっち側に収まりの感じで、でここはこのように角度がつくような形でですね、押さえていきたいというふうに思います。カエルのところでちょっと申し忘れましたけども、ここ虫編がこの上下スペースを作るような感じにですね書いていきますので、そこを注意していきましょう。そして缶ですね、頭しっかり押さえて左に払っていきます。少しずつ抜いていきますね。で押さえて押さえ直します。でこの真ん中からここの真ん中ですねからこう払って、しっかり押さえて穂先を、はい、押さえ直して分泌をします。そして小さく右に行ってからこう小さく分泌をして、そして左にこう行きます。で入室はこの角度は浅いですね、浅い、浅く入ってください。で浅く入って抜きます。で押さえ直して、そして8画目に向かって払ってきます。はい、しっかり押さえて分泌をします。ここはそんな意識して抜かなくて結構です。で押さえ直して、でこうですね、で押さえ直して、そして最後しっかりとです。こっちが出ます。ですね、頭しっかり押さえてからスッと抜いていきます。抜いていって押さえ直して、右下、ここもしっかり押さえてから細く執筆止筆をしてからしたままの筆圧でこういきます。でしっかり押さえてから抜いていきます。で抜いていってここでこうですね、頭しっかりまっすぐ下ろしていきます。で左に小さく払っていきます。でこうですね、はい、1、2、2画で書きます。しっかり押さえてこういきます。でここもですね、しっかり押さえてから穂先を離さず押さえ直して、しっかり押さえ直してからこう、ここもそうですね、頭をしっかり細い筆圧細いままですね、分泌をし押さえて、そして右上にすくい上げる感じで、そしてこのように分泌をしていきます。はい、ここの時もですね、この缶のここはスペース、ここですね、このスペースを取っていきましょう。でここもスペースが必要ですし、ここもスペースが必要です。でここもスペースがある形ですね。ここもさっき言った作りはこういう作りですね。人弁が縦短くて、この作りの方がちょっと縦長になるというところです。でここは太く、そして
ここは抜いていきますね。ここ、こう出るようにしましょう。はい、こうやってですね、6月号の課題は書いていきます。次にですね、手元をアップしてお見せしたいというふうに思います。
よく練習していただいてですね、何回も何回も反復して書いていただきたいというふうに思います。今日は以上です。